秀吉死す。その時周りの人々はどう動いたのか。前編。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は秀吉死す。その時周りの人々はどう動いたのか。前編について紹介していこうと思います。天下人秀吉の死は信長の時のような突然の大死ではなく、すでに予想されていたことであり、周囲の人々は心情的には冷静にその死を受け止めました。しかし後継ぎの秀頼は未だ幼く、御大老の中では徳川家康、前田利家の力が抜け出ており、この中で利家はともかく、家康には不穏な動きもうかがえと、何やらまた一波乱起こりそうな雰囲気ではありました。あの日あの時伏見城、一代の天下人秀吉死す。秀吉が亡くなったのは大阪城ではなく京都の伏見城です。最初に病の兆候があったのは慶長3年1598年5月の端午の祝いの後でした。この時は一時的に腹を壊した程度と周りの人間も軽く考えていましたが、下旬になると次第に重症化していきます。その後一旦は快方に向かい、6月16日には高野山金剛峯寺の金堂を伏見に移す工事を見に出かけるなどしていました。しかしこの時の無理がたたったのか、その後は食事も喉を通らず、7月2日には失神し、人事不正の危篤状態に陥ります。しかしさすがにしぶとく、また意識を取り戻した秀吉は7月15日に大阪城と伏見城に集められた諸大名に11箇条の覚えを示します。これは遺言というべきものでしたが、さらに8月5日には御大老に対し、秀頼のこと成り立ち候ようにこの書きつけの衆として頼み申し候と書き口説きます。家康の手を取って頭を下げた有名な場面です。家康は忠誠を誓って血判を押した正史まで差し出していますが、さて本心はどうだったでしょう。8月10日頃からは意識も乱れ、上言を口走るようになります。そのため国元へ帰っていた上杉景勝を除く四大老は、この後は秀吉殿がいかようなことを申されても、ご本腹の上確かめ申すまでは手をつけまじく候と申し合わせるほどでした。やがて迎えた8月18日午前2時、一代の天下人秀吉は息を引き取ります。小物のせがれから己一代で天下人にまで上り詰めた、世界を見渡してもあまり例を見ない人物の死でした。天下人の死ですから、普通であれば慌ただしく人々が立ち騒ぐはずですが、そのような動きは見られません。これは遺言によりその死が固く秘されたため、表立った動きはなかったというか、迂闊に動けなかったのです。理由は口述いたしますが、遺骸はそのままにもしておけず、伏見城から担ぎ出され、京都洛東の阿弥陀峰に葬られました。宣教師の目。日本イエズス会副官区長の職にあったフランシスコ・パシオは、秀吉臨終のありさまを本国への報告書に書き残しています。彼、秀吉は意識を回復し狂乱状態となって種々多くの愚かしいことを喋りました。しかし息子秀頼に関しては、日本の国王に推挙するようにと最後の息を引き取るまで懸命にかつ念を押して語っていました。こうしてついにその翌朝未明に公表されたのです。プロイス日本史により、このように意識を混濁させながらも秀頼のことだけは最後まで案じていました。医師団の見立て。フランシスコ・パシオはこうも書き残しています。国王太后様は伏見城に滞在していた6月の終わりに赤痢を患い、よくあることですが
時ならず胃痛を訴えるようになりました。ここでははっきり赤痢にかかったと書いてあり、次第に渋滞に陥ったことも伺えます。もっとも日本側の文献では老害説が有力ですが、老害といっても肺結核なのか気管支炎なのかははっきりしません。あるいは喘息とも肺がんだったとも言われ、死因の確定は難しいようです。秀吉の枕元には北の政所の他に真瀬玄作、畑宗波、半井明房らの医師が交代で詰めていました。筆頭爺の真瀬以下医者たちは一刻も目を離さず治療に努めましたが、秀吉の衰弱は激しく、もう医者の力の及ぶところではありませんでした。北の政所のその後、秀吉の下っ端時代から苦労を共にした北の政所尾根ですが、5月の発病から3ヶ月余り経ち、すでに覚悟はあったのでしょう。7月1日には尾根の創生で病平癒祈願の神楽が奏されたりしていました。秀吉臨終直後の彼女の動静は分かっていませんが、年が改まった慶長4年1599年、報告神社が建てられるとしばしばそこを訪れ、夫の菩提を弔っています。慶長4年4月25日には報告神社で開かれた戦争会に臨んでいます。翌慶長5年になると正月18日に次いで2月の18日にも参りと、命日に月参りをしていたようです。9月の26日には大阪城西の丸を出て京都三本木の屋敷に移り、慶長8年11月3日には高台院の院号を蟄居されます。これよりあとは京都東山に高台院を建て、秀吉の冥福を祈って過ごしました。慶長10年には徳川家康の援助を受け高台寺となり、彼女が所持していた1万5千石の所領も家康によってそのまま追認されます。豊臣の家が滅びていくのを見ながら、寛永元年1624年まで生き、9月6日に76歳で亡くなりました。淀殿、秀頼母子の危うい動き。秀吉臨終の時には淀殿、秀頼母子も当然伏見城にいましたが、秀吉は彼らに自分の死後は大阪城に移るよう遺言していました。言葉通り、翌慶長4年1599年8月10日には大阪城に移っています。京都諸子大の前田玄以は秀吉の遺命であるとして、京都阿弥陀峰の山麓に秀吉を祀る社を建てたいと申し出ていますが、背後に淀殿がいたと思われます。この社はすぐに建設に取り掛かり、仮殿が完成すると朝廷より勅使が使わされ、信号として報告大名人を賜ります。秀頼は礼物として朝廷に白銀1000枚を献上しました。慶長5年2月25日には京都宝光寺の大仏殿で戦争供養を行い、同年3月には宝光寺に七相塔や講堂、回廊を作るなど、秀吉追善供養に動き出します。秀頼の名前で行われたことですが、無論背後の淀殿やその他の者の意思でしょう。慶長7年から8年にかけてもいくつもの追善供養や社寺の建立がありました。秀吉の菩提を弔うためとはいえ、これらには膨大な出費が伴います。秀吉が懸命にかき集めて蓄えておいた大量の金銀にもさすがに陰りが見え始めました。後の大阪の陣において、この出費がボディーブローのように響いてきます。五大老はどう動いた。徳川家康、前田利家、毛利輝元、宇喜多秀家、上杉景勝、豊臣政権の最上位五大老ですが、この中では家康と利家の力が抜きん出ており、
この二人が幼い秀頼に代わり政務を取り始めます。8月25日家康と利家は徳永利明と宮本豊盛の二人を朝鮮に使わすことを決めました。目下の大問題、それは西国の大名たちのほとんどが秀吉の朝鮮出兵の命により朝鮮半島に渡ったままだったのです。秀吉の死をあれほど厳重に秘密にしたのもこのことがあったためで、国内はともかく朝鮮での戦況に良い影響があるとはとても思えません。それでなくても撤退戦は危険で困難なもの、主を失っての国外からのとなれば慎重に進めねばなりません。それも大量の将兵を急いで海を渡して無事に帰国させるのです。御奉行の中からも石田三成、浅野長政を筑前博多に派遣し帰国準備に備えさせます。9月3日には家康、利家の2人が改めて秀頼に忠誠を誓っています。家康は御大老の一人としてもこのように動きましたが、独自の動きもしています。秀吉が亡くなった翌日の8月19日嫡子秀忠を伏見から江戸に返しました。父子二人が同じ場所にいては危険との判断と、国元の関東をしっかり掌握しておくようにとの考えです。豊臣と徳川、いずれ戦は避けられぬ。家康は将来を見据えていました。そして秀吉の遺命では、家康は伏見城で秀頼の後見を務めながら政務を見るように決められていました。それなのに、北の万所尾根が大阪城を出るのと入れ替わるように大阪城西の丸に入ってしまうのです。しかも豊臣政権が禁じていた大名同士の婚儀を始めようとします。悪いことには唯一家康に対抗できた前田利家が慶長4年1599年3月3日大阪城で亡くなりました。家康はこの後も加賀征伐、つまり利家亡き後の前田家を討とうとしたり、上杉謀反を言い立てたりと盛んに波風を立てます。いかがでしたでしょうか。後編では石田三成ら御奉行の動きや朝鮮出兵中の諸将の動きをご紹介いたします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。